パート5ということで、前回から続きやっていきたいと思います。後日に撮影しておりますので、ちょっと声質が変かもしれませんが、枯れすぎですね。枯れ木のように。まあそんなこといいです。早く探索に行きましょう。で、どっかの扉が開いてると聞いたんですけど、ここですね。遭難しましたね。やっぱり早くコンティニューしないと。よいしょ。はい。はい。京都丹後鉄道になるんですね。ちょっと意味よくわかんない。ちょっと何言ってるのかわかんないです。キーボードの反応が悪いですよね。それ自分の問題でしたもん。あ、そうそう。このパソコン1万9000円で買ったんですよ。普通に1万9000円で、Core i5 で。128GB でしたけどね。よし、逃げましたね。
皆さんぜひジャンクワールドっていうサイトに行ってみたらね、Core i5 のメモリー8の 128GB ぐらいのが多分1万、2万ぐらいで売ってると思うんで、ぜひ買ってください。なんでやねん。あ、こっちになんかあるってことですね。あ、っていうことは、アイテムで、なるへそ。へそごまパーティー。なるほど、なるほど。これね、あそこまで行かないとわかんないですよね。急に静かになったな。源静か。違うわ。今日学校の皆さんがね、この実況を楽しみにしているということで。まあ3人ぐらいですけどね。ちょっとこれ見る前に一旦これをアイテムで破片と。右反対、左真ん中反対ね。ん？左右真ん中反対。右反対6495。6495ですね。どこにあったっけ？6495を入力するとこ下だった気が。6495。ここか。違うな。どこだったかな？6495。やった。ないわ。大和ハウス。ないな。航空用語ではね、9のないな、ないなって発音するんですよ。こっち側で合ってるはずです。6495ですね。6495、スーパーマリオ64。64が95個あるってことね。あれ？ここじゃなかったっけ？詳細セーブしてと。 OK。 アンパンマンは君さん。詳細ってどこだ。行ってない部屋ですね。あそこか。どこだ。どこでもドア。ここですよね。またセーブと。ということでね、パート5はここまでですね。ちょっとだけ進展したんじゃないでしょうか。ではね、パート5、これで終わりたいと思います。バイバイキン。